おはようごす。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。現在はアルゼンチンの自然遺産を紹介させていただいております。そして今回紹介するのは、イスキ・グア・ラスト自然公園とタラン・パヤ自然公園。 この自然公園群が一つになって世界遺産として登録されております。まず、イスチグアラスト州立公園というのがあるんですが、こちらはですね、え様、ー、々な、例えば、世界で最も古い恐竜ですとか、当時の陸上の爬虫類の化石などが算出されたり、はい、また、 爬虫類が恐竜や哺乳類へと進化していった過程を研究する重要な対象になっているということだそうです。はい。で、今はですね、今は低木やサボテンなどが生えているということだそうです。あと、金丼類というものがいるそうですね。 はいちょっとこれはよくわからないものなんですが、はい、私も。はい、はい、そしてですね、タランパジャ。あ、ちょっと,しちょっとあ、発音にズレがあるんですね。はい、タランパヤと言ったり、タランパジャと言ったりするんですね、はい。タランパジャ国立公園の方の概要としましては、こちらもやはり、えー 古生物学的、考古学的に重要な発見が数多くなされたということですね。はい。そして、優れた景観を有し、山岳地帯に植物層、動物層を有するということで、えー、グアナゴやウサギ、リャマ、キツネ、コンドルなどが見れるそうです。 はい。ということで、植物、動物、そして化石といろんなものがあるという、この公園群。早速、写真で見てみましょう。あ、これは見応えがありますね。この、この土の形だけでも見応えがありますね。地層が、地層がすごいなっていう、こう、すごいなっていう感じがしますよね。そうですね。 はい。これ何でしょうねこれ水が運んだ後ですかこれすごいですね。これはまたちょっと違うやつかなはい。はあ。え、川で旅ができるんですかいいですね。あ、車も通れるぐらいの渓谷になってるんですね。へえ、あ、これはイグアナじゃないですかイグアナが何を食べてるんですかこれは。アボカドじゃなさそうですけどね。はい。 いや、この地層からいろんなものが見つかったんですね。はい、あ、これは何でしょうね。はい。これは生き物ですね。生きてますね。化石じゃないですね。はい。あ、こうやって歩道もあるんですね。トレッキングができるということでしょうか。いいですね。はい。暑くない季節にぜひ行ってみたいものですね。はい。やっぱりこういうの、こういうの見るとなんか写真撮りたくなっちゃいますよね。どうしてもね。はい。ああ、洞窟。はい。 あーすごいですねおー。これはまた別の場所ですね。はいは。いや、いいですね。あ、こういうところもある。はい。はい。こんなところもあるんですね。いや、いい歩道ですね。本当に歩きやすそうで。はい木でできてるっていうのがいいですね。木でできてるっていうのが。はい。 あーこ,これが低木ってやつですね。はい、あーこんな木もねまあ日本ではね日本ではよくありますけどね、はい、それがアルゼンチンにもあるということでね、はい、あこんな植物も見れるんですかいいですね。お花私お花見るの好きですからあまりお,かお金がないんであんまりお花買うことはできないんですけど見るのは大好きですから。はい あーすごいですね。ちょっと別の世界遺産まで現れてきちゃったんで、ちょっと早送りして、あ、これ、多分発掘されたものなんじゃないですかはい。ちょっと地図が出てくるまで、ちょっと早送りしちゃいますね。はい。はい。はい。ああ、いいですね。あ,あ、お、おー、はいはい。 ね、ちょっとね、他の世界遺産が出始めちゃったよねはね、い、もうだいぶネタが少なくなってきたということでしょうか、はい、ちょっと、はい、ね、全然違う世界遺産が出、あもうない、もうない、おっと、こういう時にはしょうがありません、もう地図を出しましょう、はい、出てくるかな、あれ、あれ じゃあ、ちょっと、こうしちゃいますか。あ,あうんうん。はい。はい。何もありません。周りに。<laughs> そりゃそうですよね。警告なんですもんね。はい。拡大しますよ。拡大。あれ拡大。あれ拡大。拡大。拡大。あ,あこれ拡大してたんだ。あ,あ。してたんだ。 <laughs> すごい。これ、どこにあるんですかあ、もしかして、ペルーとの国境あ、違うか。えー、まだまだ拡大しないといけないですね。あ、縮小か。縮小しないといけないですね。縮小、縮小。あ、あ、真ん中あたりか。 やっぱチリ側ですね。チリ側ですね。はい。チリ側です。はい。出てきました、えー。アンデス山脈の一部ですね。これはね、アンデス山脈の一部です。はい。でアルゼンチンの首都ブエノスアイレスからかなり遠いです。もうチリからサンディエゴから行った方が早い。ここのこの緑のこのこのここに見える緑の こことここの間にある緑のもの見えますかはい。ここを通っていくのが実は早いかもしれないですね。尻側から行った方が国境を越えて、その方がいいかもしれないですね。はい。こういうところにあります。はい。えっ、ー、と、4076円かかるそうですね。はい。そうですか。まあ、しょうがないでしょう。はい。それを使ってね、いろいろメンテナンスをするんでしょうからね。あと、 新たな発掘調査とかも行うんでしょうからね。はい。9717人の方が4.7というポイントをつけております。素晴らしいですね。はい。はい。では画面戻します。いかがでしたでしょうかまあ、まあ、遠いんでね。はい。まあ、サンディアゴを滞在していて、ちょっと時間があったら日帰りで行ければ行きたいなと。 まあ朝早く出る形になると思うんですが日帰りで帰れるんだったら行きたいなというところですね、はい、パンクが怖いですね、はいはいはいまあ、スペアタイヤあるんでしょうけど、はい、そうですねそういうところですね、はい、どうやらそういうところのようですはい、はい、ということで、えー、今回の配信は以上となります次回はいよいよアルゼンチンの最後の自然遺産を紹介いたします お楽しみに。それではまた次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。